どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。V ライジングの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、仕立屋ベアトリスを倒して、で、あと鉄鉱石ですね、鉄鉱石を見つけることができたんで、録画外で、鉄鉱石集めをしてました。この辺ですね、前回、ベアトリスと戦った、この夜明けの村のこの周辺を探索して、ここですね。この亡霊の、鉄鉱山。ここに鉄鉱石がいっぱいあったんで、ここで集めてたんですけども、明らかにこうちょっとやばそうな敵もいたんで、あんまりこう奥までは行かないで、入ってすぐのあたりの鉄鉱石ですね。を集めて、こう帰ってきて、っていう感じでやってたんですけども、とりあえずその家事代分ですね。鉄の武器を作るための、この家事代。家事代の分の鉄のインゴットは、できたんで、早速その家事代を作ろうかなと思ったんですけど、今60個ですね。なんですけど、どうせだったらここに作るよりも、もう一個、新しく拠点を作って、その毎回この鉄鉱石をここから取ってですね、ここまで帰ってくるのが結構大変なんですよね。なんでこの北のエリアのどこかに、もう一個拠点を作りたいんですよね。で、どうせだったら広いところがいいと思うんで、この辺とか、この辺とかですかね。あと、ま、この辺。これのちょっと、端すぎるんで、この辺どうなってるかちょっと見てみたいですね。それかも、ここら辺とか。ちょっとまだ、回ってない、この、マップの埋まってないこの付近をちょっと見に行って、拠点を建てるに適しているかどうかを確認しに行ってみようかなと思います。こっからまっすぐ北ですね。この辺にワープで飛んで、念のためにブラッドエッセンスだけ。これ多分拠点2個しか作れないってっていうことですよね。キャッスルハートこれ2分の1ってなってるんで、もう1個例えば作るとなると、これを破壊しなきゃいけないのかな。で、領域を作るのにブラッドエッセンス、キャッスルハートもブラッドエッセンス。これだけ持って、まずここですね。はい。今、この辺まで来たんですけど、この辺、水ですね。池になってるんで、そうなると、ここですかね。この辺に作ってみますか。
よし、じゃあここに作りましょう。まず真ん中あたり、この辺、この辺にキャッスルハート。この辺に、この地点付近の建設可能スペースは約 60% いいのかな。とりあえずこの辺に、はい。で、領域をつなげていくと。そっか、レベル1だと30でもいっぱいなんだ。銅のインゴットと皮、ちょっと旧拠点から持ってきますか。そしてまず、キャッスルハットをアップグレード、これで80。あ、石。で、いや、これ大変だな。とりあえず、普通のダイヤモンドパターン。で、窓付きのゲート、あ、ガラスの窓とか、あ、ガラスがあれば作れるんだ。拠点にあるんだけど、とりあえず普通のこうして、あ、で、ここに、ここもゲートか。よし、待って、まだ屋根ができてないんで、あれ作ろう。霧。よし。
庭っぽくも作りたいんだけど、ちょっと難しそうですね。とりあえず、まず機能させないといけないんで、え？もう城の限界？マジか。あ、もう80だ。待てよ。これあんまり大きいの作れないのかな？もう一個アップグレードしてみますか。鉄のインゴット持ってきて、鉄のインゴットとガラス24、24で、グレーターブラッドエッセンスが4。よし、これでさらにアップグレード。これでも150なんだ。じゃあそこまで、めちゃくちゃでかい城を作るっていうのは無理なのかな？で、次のアップグレードに必要なのが、ダークシルバーと妖精の粉、金のインゴット。あっ、板がない、板がなくなってきた。あ、やばい。あ、で、ここもあれだ。上に繋がってるんで。パフォーマンスが低下する恐れがあります。薬剤400。やばい、板向こうにももうないですね。とりあえず適当にまずこの辺に作って、じゃあ板が出来上がるまで、この辺作っておきますか。あったあったあった。どうしよう、先に
てっぺんから作っていった方がいいのかな。てっぺんから作りますか。あつあつ。この辺ですね。一番高いところ。うわー、城の限界。待てよー。石レンガ。やばい、今度石レンガがない。いやー、これ大変だな。おいしい。こっちでも作って、旧拠点でも作って、
よし。これでとりあえず、錬金術の部屋と、火事場の部屋ですね。と、ここは工房の部屋ができたんで、まずこれを上に持っていこう。よし。で、火事場。作れるかな？あ、作れる。まずここに、害虫の巣。で、血のプレス機。じゃあこの辺に。これ適用されてますよね。うん。で、あとは、各ワークステーション。まずここに、木工ベンチですね。木工ベンチを よし OK で、火事場のところに石が足りない。こっから取ろう。よし。うん。で、錬金術。やっと前の拠点と同じぐらいになってきたかな。で、ここに玉座を設置しようと思ってるんで、棺桶。石棺。ああ、どうしよう、石棺。石棺、ここでもいいか。じゃあ、この辺に設置して、
で、知能祭壇。知能祭壇じゃあ、ここにしよう。証明は？キャンドルラック。キャンドルラックで Flying Candle。どうなってるこれ。あ、天井についてるってことか。わあ、どうしよう。結構いろいろやれますね。とりあえず、その支柱ライトをつけていって、これ、素材は？板を使ってるのか。よし、とりあえず明かりは OK。 本当はいろいろ違う明かりをつけたいですけどね。とりあえずまずこんな感じで。よし。で、この辺を芝生にして、あと一個だけ？あ、植物繊維。よーし、綺麗になった。で、この外側をフェンスかな、フェンスで必要なのは、眷属の棺ですね。眷属の棺。仕方ない、ここに置くか。グレーターブラッドエッセンス。
そうですね。よし、とりあえず6個。よし、じゃあこの石棺の前に。よし。おお。あ、要求？あ、どこに行けみたいな感じかな。粘り強さ、ダンリーノーチハンター、これ何、もしかして彼らをこっちに持ってこなきゃいけない？それかこっちで新しく眷属をまた作るかっていうことですよね、きっと。多分向こうの拠点からこっちまで来れないのかな。ソウルストーン、これだ。金のインゴット？これはまだまだ先ですね。名高き本棚。最大28個のアイテムを保持できる。これ作ってみよう。おー こうして、うん。錬金術。で、あとあれですね。製造の、火事台。硫黄が16。火事台は、ここかな、やっぱり。よし、これで。お、適したというか。で、これで鉄製の武器ですね。で、また鉄のインゴットを作らないといけない。鉄の鎌。アンデッドに対してより高い効果。おー。で、もう一個が、仕立て台ですね。あ、これ作れないな、まだ。
はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。